はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はシエルのピックアップについて引いた方がいいのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、水着のピックアップ1が、まあ、10月2日あと1ヶ月オーバーやるよっていう感じです。で、まあそれを踏まえた上でね、引くべきなのかっていうお話をいろいろしていこうかなと思うんですが、まあ今回に関してはシエルとジョフク、ニキチッチのピックアップとなっております。ムーンキャンサー、アベンジャー、ランサーということで、エクストラクラス多いなーっていう感じがします。で、それを踏まえた上でシエルパイセンのガチャ引くべきなのかというお話なんですが、今は引かなくていいです。はい、もう今すぐ引けというわけではありません。で、これに関してもう単純な理由なんですけど、今回のピックアップ10月2日までなんですよ。10月2日までですっていう時点で今すぐ引く必要があるかって言われると全く持ってないということで、シエルパイセン、ジョフク、ニキチッチ強いんですが、無理してガチャを引く必要っていうのは個人的にないと思っております。まあただね、シエルは新しい周回編成生み出したりとか、まあニキチッチはニキチッチでね、アーツのクリ軸運用で強かったり、ジョフクは人特攻と即死運用で強かったりとか、もう全体的にね、なんだろう、あ、この子たちまだまだ生きれるな、強いなっていう感じがするので、まあもしね、引きたいなって思ったら引きに行っちゃってもいいんじゃないかなって個人的に思っております。というので、まあシエルパイセン、その他もろもろ性能解説していこうと思うんですが、まずシエルパイセンから見ていきましょう。シエルに関しては第一スキル、自身に毎ターン NP 獲得状態 10% を5ターン付与、毎ターン HP 回復状態を5ターン付与、弱体耐性を5ターンアップ、強化解除耐性を5ターンアップ。第二スキル、自身のアーツ性能を3ターンアップし、バスター性能を3ターンアップ、アーツ攻撃時に敵単体の HP の回復量をダウンする、3ターン低確率でチャージを減らすガッツ状態を解除する状態3ターン付与、バスター攻撃時に自身の NP を 10% 増やす状態を3ターン付与し、 HP が 50% 以上の時と HP が 100% の時、クリティカル威力をともに 50% ずつアップ。第3スキル、自身を除く味方全体にコマンド選出不能状態1回の1ターン付与し、コマンドカードを配り直す、自身の NP を 50% 増やし、防御力をダイアップ3回の3ターン、非ダメージ時に自身の HP を回復する状態を3回の3ターン付与というスキル構成です。で、まあこの子に関してね、もうシンプルにね、第3スキルが破格でした。マジでこの第3スキルどっかで使うんかなとか思ってたんですが、めちゃくちゃ使う。正直シエルはこの第3スキルの影響によって、まあめちゃくちゃ強くなってるって思ってもいいぐらいに、この第3スキルが破格となっております。で、それと合わせて第2スキルのバスターの攻撃時自身の NP10% 増やすの相性がめちゃくちゃいいという感じですね。で、第1スキルに関してはまあサポート運用として使えるって感じかな。あ、まあって言ってもシエルをサポートするっていうので、まあ補助的なスキルって思ってもらえればいいかなと思います。なのでこの子に関しては、まあシンプルに第3がめちゃくちゃ強くて、第2スキルがそれに合わせて強いで、それの補助で第1スキルという感じなんで、なんて言うんだろうな、まあ超高火力出すことはできるんだけど、超火力ではないシエルならではの戦いをずっとしていくっていう感じになるんで、まあそこに関してはね、一度使ってみるといいんじゃないかなと思います。まあこの後後半で、ご紹介しようかなと思っておりますので、気になる方はそちらご覧ください。で、スキルに関しては、まあ、シンプルに321の順で上げていけばいいかなと思っております。で、クラススキルですね。まあいろいろあったりするんですが、ここがやっぱいいかな。セイバーのクラスに対する攻撃優位、これ 150% の優位取ってくれるということで、まあシエルパイセンに関してムーンキャンサーでルーラーに強いんですが、このルーラー以外にもセイバーに対して有利を取ることができるということで、まあ周回と敵がセイバーだったら運用することができるよという感じです。で、そのままこのスキル5ですね、スキル再装填、これを開けることによってシエルが最強になります。なので皆さん、シエルに関しては第2を開けるよりも第5を開けてください。まあその後に第4か第2開けるかは人によって変わるかなって感じかな。
では宝具見ていくんですが、宝具は自身に必中状態一旦付与、防御力無視状態一旦付与、宝具威力を一旦アップ、オーバーチャージで効果量アップ、敵単体に超強力な魔性特攻の攻撃、高確率で即死効果、自身の NP を 20% リチャージするという感じです。で正直ね、これだけ見るとまあ普通なんですよ。一中防御無視でギミック対処できて、宝具威力アップで火力出して魔性特攻でぶっ飛ばす、で相手まあ即死が刺さる敵だったらまあ即死運用が強かったりするし、バスター宝具で NP20% リチャージしてくれるということで、うまいことバスターチェーンとか組み合わせてあげると、まあ、宝具回転率が上がるっていうだけだったんですが、この子ね、この第3スキルがあることプラス光コヤンと合わせることによって、ちょっと意味わからないシエル周回っていうのをねすることができたりするので、まあそこら辺に関しては後々見てもらえたらいいかなと思います。では次ニキジッチ見ていきましょう。ニキジッチなんですが、第1スキル、自身のアーツ性能を3ターンアップし NP を 30% 増やす、スターを大量獲得。第2スキル、自身の攻撃力を3ターンアップし、クリティカル威力を3ターンアップ、流特攻状態3ターン付与し、水辺のあるフィールドにおいてのみ、自身の攻撃力とクリティカル威力を3ターンアップ、防御力も3ターンアップ。第3スキル、自身に毎ターンスター獲得状態を3ターン付与し、毎ターン NP10% 獲得を3ターン付与、毎ターン HP 回復状態を付与し、NP 獲得量を3ターンアップするというスキル構成です。で、この子に関してね、シンプルにね、第1スキルが強いです。で水辺だった場合第2スキルも強くなる、第3スキルは補助かなって思ってもらえればいいかなと思います。まあ第1スキルで NP チャージ 30% しながらスター大量獲得、これ30個してくれます。まあそれによって第3スキルの毎ターンスターと合わせてあげると40個スターを生成することができるということで、クリ軸での運用がめちゃくちゃ強いです。でアーツ性能と NP 獲得量アップ、毎ターン NP 持っているということで、まあアーツでシステム組んでいこうと思った際に使い勝手がいいって感じ。そして第2スキルで攻撃とクリティカル威力上げてくれるんで、スター大量獲得が行きやすい、竜特攻も持ってるんで竜相手の敵とかに火力出しやすいって感じですね。で水辺だった場合さらに火力を上げて、かつ耐久もすることができるという形なんですが、まあ基本水辺のフィールドはないと思ってもらえればいいかなと思います。まあ上の自身の攻撃力アップ、クリ力アップ、竜特攻がまあ強いって思ってもらえれば OK っていう感じですね。なのでまあこの子に関してはアーツのクリティカル軸が強いって思ってもらえればいいかなと思います。プラススキルは特になしって感じですね。でそのまま宝具、宝具は自身に地の力を持つ敵特攻状態を付与、一旦オーバーチャージで効果量アップ、敵団体に超強力な攻撃、宝具封印状態一旦付与、アーツ攻撃耐性を3ターンダウンという宝具です。でこの子に関して地属性特攻の攻撃ではなく地属性状態を付与します。なので通常攻撃エクストラアタックにも火力が乗るっていう感じです。だからアーツ宝具、アーツクリティカルで敵が地属性だった場合、超高火力のアーツクリティカルが出せるって思ってもらえれば OK です。でそのまま攻撃して宝具封印状態付与するということで、まあコーナー色で強いって感じかな。後ろ側の宝具封印とアーツ攻撃耐性ダウンに関しては宝具を打った後に強いというスキルになっているんで、基本この子に関してクリ軸で運用しないんだったら、まああれかな、高難易度運用するっていうのが一番強いんじゃないかなと思います。スキルは結構周回向きだけど、宝具に関しては高難易度向きって思ってもらえればいいかなと思います。でそのまま序服ですね。序服に関して第1スキル、自身のアーツ性能を3ターンアップし、バスター性能を3ターンアップ、 NP を 30% 増やす。第2スキル、味方全体に NP10% 増やし、毎ターン NP10% を付与3ターン、宝具の使用時のチャージ段階1段階引き上げる状態1回の3ターン。第3スキル、自身に即死付与成功率を3ターンアップし、宝具威力を3ターンアップ、毒特攻、呪い特攻、やけど特攻状態を3ターン付与というスキル構成です。でこの子に関して、まあ、サポートしつつも即死生かしながら自身でぶん殴るっていうキャラクターです。まあ、第1スキルで宝具回転率上げつつ火力アップ、第2スキルで味方全体の NP サポートしながら OC 引き上げてくれるんで、 OC アップで火力上げるキャラクターとか、まあ、特攻が強くなるキャラクターとか、そこら辺合わせてあげると結構いいって感じです。
で第3スキルに関しては即死不要成功率アップで即死運用することできるし、防具威力アップで火力も出せる。で敵が毒、呪い、やけどいずれか付与されている場合、追加で火力を乗せることができるということで、この子に関して味方サポートしながら自分でもぶん殴ることができるアベンジャーとなってるんで、割と優秀って感じかな。今回の星4で言うと正直ジョフクが優秀かな、今のところは優秀かなという感じです。でそのままクラススキルはアベンジャーらしいっていうのと、グビジンに対する弱体持ってるんで、グビジン相手にはあまり使わないでおきましょう。アペンドは別に好きなければいいかな。でそのままホーグなんですが、ホーグは敵単体に超強力な人の力を持つ敵特攻攻撃、オーバーチャージで特攻威力アップ、高確率で即死効果、即死成功時味方全体の攻撃力を3ターンアップするというホーグです。でこの子に関しては人の力特攻を持ってるということで、シンプルに火力が出しやすいです。で人の力特攻に関してはね、強いっていうのは証明されてます、モルガンで。っていうので、まあ、バスターでアベンジャーとはなっているんですが、まあ、敵がバーサーカー相手だったりとか、それ以外で言うとレイドとかですねで刺さる場面があったりするんで、この時点で相当優秀です。で高確率で即死効果なんですが、第3スキル合わせてあげるとほぼ同エネミーは確定で即死与えられます。なのでもううわここ即死周回したいな、こちらジョフクで即死勝ち周回楽みたいな感じになったりするんで、まあそこに関してはうまいこと運用してあげると即死周回でも使えるって思ってもらえればいいかなと思います。で即死攻成功時に味方全体の攻撃力上げてくれるんですが、これ攻撃で敵倒してしまうと即死発動しないんで、基本即死で攻撃力アップに関してはないって思ってもらえればいいかなと思います。ということで早速シエルパイセン運用していこうかなと思います。まあ、今回の目玉はやはりシエルということで、あ前回ねちょっとあれだ、この編成で行ったんだけど黒聖杯編成で行ってなかったので、黒聖杯編成でどれぐらい火力が出るのかっていうのを見てもらおうかなと思います。ちょっと今日カミカミですね、申し訳ございません。はい、というのでやっていくんですが、まずシエルの第3スキルです。これが最大になっている場合、かつアペンド5開けている場合、5ターンに1回打つことができます。これによって NP50% チャージとかうまいこと合わせてあげると超高火力が出るよっていう感じです。はい、そういうのでまあそのまま普通に殴っていきましょう。ぶっちゃけこのままバスターにねスター集中いってるんで、第2スキル光コアのやつ使わないでいいっちゃいいんですが、まあ使っときますか。はい、使わないでいいということで放置します。でまあこれどういう風に周回するのと思うかもしれないんですが、まずバスターのクリティカルで殴ります。でその後フォーグで飛ばします。はい、でこのフォーグなんですが、光コヤンの B 攻撃時に NP チャージついているということで、はい、光コヤンじゃないね、シエルの B チャージに NP チャージいろいろついてたりとかするので、まあ、そこと合わせてあげると、54% まで溜まるよって感じです。で、毎ターン NP10% 獲得してくれるということで、まあ 64% まで溜まってますね。でそのままちょっと先にオーダーチェンジしておいて、NP50% チャージシエルに打ちます。そしてついでにスター獲得もしてあげて、第3スキルが戻ってきました。はい、第3スキルを切ることによってまたシエルのコマンドカードを固定します。固定したということはまた同じ周回編成ができるということで、バスターチェインでぶん殴っていきましょう。で今回に関してね、普通に光コヤンで、通常時バスター NP10% 獲得っていうのを持っているんで、まあすごい NP が回収されます。で今回黒聖杯運用しているんで22万出ている。で通常攻撃だけで見てもらったら分かるんですが 60% まで溜まっております。で最後の 10% で 74% まで溜まるということで、めちゃくちゃ強えこの時点で相当やばい。で本来ねオベロン使わなくてもいいんですが、今回黒聖杯運用の防御威力アップブーストでどれぐらいの火力が出るのかっていうのを見てみたかったというので、今回採用しております。はい、ではぶん殴っていきましょう。どれぐらいの火力が出るかなーって感じなんですが、100万ぐらいは正直言ってほしいよなって気もするんだけど、
まあ魔性特攻が入ってない分ね、そこはね難しいとは思うんですが、さすがに100万はいかんか。あーけど70万出てるということで普通に優秀だね。でここにさらに追撃のバスターとか入ってくるとさらに火力が出せるって考えるとプラスだなっていう話になるので、シエルパイセンこういう周回編成もねすることができるというので、まあ引いてもいいんじゃないって思います。たださっきも言ったようにシエルに関してピックアップはまだまだあります。10月2日まであります。今すぐ引く必要があるかって言われるとこの後の水着 BB のドバイですね、その子が出てくるんでその情報が出てきてから引いてもいいと思うし、総称の情報とかであこのキャラなんかピックアップきそうだな、そっち温存しようみたいな感じでもありかなと思いますので、まあ、そこは自分の手持ちと相談していろいろと考えてもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ一つ言えること、今すぐ引く必要はありません。あくまでこのパーティー編成今だから話題になってるだけであって、1ヶ月後にこの編成最強だってなるかって言われるとならない可能性の方が高いので、そこだけご注意ください。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さんご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.